こんにちは、佐々木です。本日はメルカリチャイルドシートという検索ワードで出品検索してみた、いらない人気高級チャールドシートを売らないと損しますよというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では、まあ、チャイルドシートという、ね、検索ワードで、まあ、結構ですね、お得でね、本当に儲かる商品いいんですね。いっぱい出てます。ぜひね、 あの紹介させていただきますはい、えー、まずこちらですね、チャールシートですね入力してください。こっちですね、売り切れと完了ですね、えー、そうしますとです、ね、チャールシートいっぱい出てます。であのこれ見て、ですね非常にあのお得なので、すね中古品なんですけど、例えばですね、あの、まあのま一つの例ですね、えー、と例えばこのエールビベってあるんですよ、でこれが大体です、ね、約5万円以上です。であの まあ新品で5万円以上で買ってですね、それでも、この2万 99, 9920円っていうね、高値で売るんですよ。しかも、まあ、傷汚れ、あれですね。はい。まあ、これは、値段ちょっと書いてないんですけど、まあ、高値だと本当にですね、5万円以上するのがですね、この値段で売るので、非常にお得です。なので、ぜひね、エールビベとかですね、あの他の高級ブランド、出品していただければ非常に儲かります。まあ、購入して、購入するのも一つの手ですよね。 逆に、ぜひね、あのこういったものがありましたら出品していただければね、まあ儲かりますし、買うのもですね、非常にお得なので、ぜひね、まあ、こっちらのメールからね、利用していただければいいかと思います。はい。はい。LINE、えー、登録をお願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアルプレゼンします。ニクキームかスタンプをお願いします。はい。あと、YouTube が質問ですが、一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は さあ、見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。